今回はオキシクリーンを使ってお風呂の床と排水口を一緒にオキシ漬けする方法をご紹介します。それでは排水口のオキシ漬けから始めていきますが、ここで用意するのがレジ袋です。少し大きめのレジ袋に排水口のパーツ類を入れていきます。ぬめり汚れとか石鹸カスとかついている場合はシャワーである程度水洗いするとか、そこまで汚れがひどくない場合はペーパーで拭き取るというやり方をしてから袋に入れた方がいいですね。はい、便も入れて、これで洗い場側のパーツ類は全部ですけれども、一緒にバスタブ側の栓も入れます。このポリ袋を使ってパーツ類のオキシ漬けをやってみようかなというふうに思っております。ポリ袋でオキシ漬けができると一石二鳥なんですよね。というのはこのポリ袋を使って排水口に栓をしてみようと思うんですよね。うまくいくかは実際にやってみないとわからないんですけれども、今回初めてチャレンジしてみようと思います。ではその前にシャワーをバスタブ側から流しましてお湯にしております。でお湯の温度は温水器で60度に設定しましたので55度ぐらいのお湯が出てくると思いますが、この水たまりの水をお湯に変えたいんですよね。熱くなりましたのでオキシ漬けをやっていきますが、ここで裏技が一つあります。食器用洗剤を少し加えます。 5g から 10g ぐらいでしょうか。そしてキャップ1杯のオキシクリを入れますね。こうすることで洗剤に含まれている界面活性剤の働きでオキシクリーンの効きが良くなりますし、いくらかモコモコ泡がちょっと上がってきますので、少し上の方までオキシ漬けすることができます。ただオキシクリーンを入れるだけではシュワシュワした泡しか出ませんけれども、食器洗剤を加えることでモコモコした泡ができますのでより効果的ですね。ではこちらのポリ袋の方にお湯を入れていきます。はい、結構多めにお湯を入れました。でオキシ漬けをやっていきますが、筒のパーツがあるじゃないですか。これを穴に合うように下の方に置いた方がうまくいきそうな感じがしますよね。ちょっと見えにくいかもしれませんが、こういう感じですね。でオキシクリーンを入れていきますね。気になるポイントが、酸素系の漂白剤なので酸素を出すんですよね。酸素を出すと袋が浮いてきますよね。軽く混ぜます。ここにも食器用洗剤を少し入れます。 5g ぐらい入れました。で栓をします。ここですよね、この泡が出てきて、泡というか酸素ですよね。で浮いてしまうと栓がうまくいかないというところになりますんで、そこがどうなるのかやっていきますね。では床にお湯を張ります。はい、手前から奥まで床一面にお湯を張りました。ではオキシ漬けをしていきます。我が家のお風呂の床一面が隠れるぐらいにお湯を張るとだいたい10リットルなんですよね。なので今回はオキシクリーンをキャップで2杯半入れます。はい、1杯、はい、2杯半分と。でここにも食器用洗剤を 10g ほど入れます。そしてバスブラシで混ぜていきます。奥の方にもちゃんと行き渡るように送り込みます。排水口の水たまりにはオキシクリーンをキャップで1杯入れましたよね。そしてこの栓の中の排水口パーツのおき漬けには1杯半入れました。そして床には2杯半ということになります。レジ袋の栓にだいぶ空気が溜まってきておりますね。この栓がどうなるかというところをちゃんと見てみたいので、最低1時間は放置しようと思います。このタイミングでブラシ洗いを入れてあげた方がより効果的ですね。黒ずみ汚れが床とかエプロンとか壁の低いところにこうついている場合は、塗りつけながらブラシ洗いをしっかりしてあげた方が仕上がりは綺麗になりますね。他にも端っこにコーキングがありますので、コーキングはこうやって意識して洗ってあげた方がさらに汚れがつきにくくなりますんで、やってあげた方がいいですよね。ただあまりこうやって力を入れてやると傷んでしまいますので、で一通りブラシで洗いましたら、あとは放置するだけですね。はい、だいぶ空気が溜まってきましたね。果たしてどこまでうまくいくのか、このまま放置をしていきますが、まずは30分放置をします。では一旦カメラを切ります。
はい、あれから30分ほど経過しましたが、オキシ液は全く抜けていないですね。ちゃんと線が効いているようです。レジ袋の線はこんな状態ですね。結構空気が溜まってきていますけれども、今のところ問題ないようです。では引き続きオキシ漬けをしていきます。はい、あれからさらに30分経過しましたが、なんとオキシ液が全部抜けてしまいました。オキシ漬けを始めてから30分までは大丈夫だったんですけれども、そこからもう30分で抜けてしまったようですね。でも最低30分はオキシ漬けができていますので、効果がなかったというわけではないんですけれども、皆さんにお勧めできるやり方ではなさそうな感じがしますよね。床が結構汚れている場合は1時間とか2時間とかそれ以上オキシ漬けしたいですからね。ということでこのような状態になってしまいましたが、まずはレジ袋の栓を開けてみましょうか。下の方にはオキシ液が残っている状態ではあるんですよね。なのでこう空気が溜まって少し浮いてきたんでしょうかね。排水口の中を見てみると汚れのようなものが溜まってますね。浮いてきてますよね。なので排水口の方はうまくオキシ漬けができていると思いますね。ではこのオキシ液をこう流してパーツ類を戻していきますね。それでは床をすすいでいきます。はい、一通り掃除が終わりました。ということで今回はオキシクリーンを使ってお風呂の床と排水口の掃除をやってみましたが、残念ながら途中でオキシ液が抜けてしまうという結果になってしまいました。レジ袋の中で排水口のパーツ類をオキシ漬けしながら栓をするというやり方ができれば一石二鳥なのかなというふうに思いまして、今回初めてチャレンジしてみましたけれども、オキシクリーンは酸素の泡を出しますので、それによって途中浮いてくるんでしょうね。やはり排水口と床を一緒にオキシ漬けする場合は、排水口パーツについてはバケツでオキシ漬けをすると、排水口の水たまりについては今回やったやり方でいいと思うんですよね。バケツを使ったオキシ漬けについて詳しく知りたいという方は、排水口掃除にオキシクリーンを使う動画を以前撮っておりますのでチェックしてみてください。概要欄にその動画のリンクを置いておきます。そして床のオキシ漬けの方も30分ぐらいしかできませんでしたし、オキシ漬けした後のブラシ洗いをすることによって、もし黒ずみ汚れが残っていたとしてもスル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 落ちていくんですよね。そのやり方ができませんでしたので、最後水で進む時に一緒にブラシ洗いをしながら進んだんですけれども、床の汚れをより効果的に落としたいということであれば、そこはやっておきたいポイントなんですよね。以前普通にポリ袋で栓をして床のオキシ漬けをした動画もありますので、そちらの動画では放置後のブラシ洗いのところまでちゃんと確認ができますので、動画をご覧になってみてください。概要欄にリンクを置いておきます。最後にオキシ漬けを効果的に行うポイントを3つお伝えして終わりにしたいと思います。1つ目はお湯を使うです。今回のお湯の温度は50度から55度ぐらいだったと思いますけれども、一番理想的なのはそのぐらいの温度ですね。ただそのぐらい熱いお湯を用意できませんという場合は、最低40度ぐらいは欲しいところですね。そして2つ目のポイントは、汚れのひどさに応じてオキシ漬けの時間を決めるです。汚れがほとんどない場合は最低20分ぐらいからということになりますけれども、床に黒ずみ汚れがついていたり黒カビまでついているということになりますと、1時間とか2時間とか時間の許す限りですよね、お風呂の準備をするギリギリまでつけておくということをされた方が効果的にはなりますよね。そのためにはちゃんと排水口に栓をしないといけませんが、排水口の穴よりも少し大きめのレジ袋を用意して水をたっぷり入れるということをすると、まず失敗はないですね。そして3つ目のポイントは、食器用洗剤を加えるです。食器用洗剤の主成分は界面活性剤ですので、界面活性剤の浸透力を高める働きによってオキシクリーンの働きが良くなりますし、界面活性剤には皮脂汚れを落としてくれる働きがありますので、より皮脂汚れが落ちやすくなりますよね。ただ洗剤同士を混ぜて使うというやり方は NG ですので、自己責任で行う形になってしまいます。界面活性剤の働きも使いたいんだけれど混ぜて使うのが不安ですという場合は、オキシクリーンには青ボト
トルの方もありまして、そっちには最初から界面活性剤が入ってるんですよね。ですのでそっちを使うというやり方もありますね。ということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。